次から次へと現れるナイトメアに、かぐや姫は容赦なく武器を突き立てます。ああ弱い、弱くて弱くて嫌になる。あなたたちに私をいじめる資格はありません。ああそうだ、私たちだってこんな。ふと聞こえてきた声は空耳、それとも誰かの小玉でしょうか。かすかな予感がかぐやの豊かな胸をざわめかしました。粉々にする。ナイトメアに意志はあるのでしょうか。もう私は真面目に。言葉攻めが上手になりましたね。私は私の意志でここにいる。作者の復活を求めてここにいる。痛いの痛いの飛んでいけって。うぜんだよ。
私をいじめてくれる存在を心焦がれるままに探し求めて。申し訳ありません。卑猥でみだらな妄想が体の奥から湧き上がる。粉々にする。
陰備で卑しい衝動に体が勝手に動き出す。浅ましい。どうかこの肌に鞭の跡を、どうか骨まで達する傷跡を。失せなさい。この程度では悲劇とは呼べない。どんなに愚かな望みでも、それは私自身の思い。もっと傷ついて。
遊べなくしてあげる。登場人物には登場人物の思いがあると気づいたのはいつかしら。この力で癒す。今、私が生きる物語、そこに出てくるナイトメア、あなたたちにも意志はありますか？Thank you.
失礼します。ずるりと闇の中から這い出た強そうな影に、かぐや姫は頬をあからめます。ああ、あの糸にぐるぐるに巻かれて、八本の足でぐさぐさと疲れて、鋭い牙でむしゃむしゃと捕食されたら、考えるだけでたまらない。さあ雲さん、私を食べてくださいな。歓喜を持って投げかけたその言葉に、ナイトメアの体が震えました。ああそうだ、私は雲だ。力の差は歴然。殴られ足りませんの。
ナイトメアに知性がある。ナイトメアにも意志がある。素敵、素敵ですわ。力の差は歴然。雲であったことを思い出したナイトメアにかぐや姫は期待しました。知性があるなら、言葉があるなら、意志があるなら、そして力があるのなら、私をいじめる資格は十分です。けれどそんな期待は姫の力の前では儚い塵と。残されたのは、火照った体と持て余す虚しさのみだった。